こんにちは、平井弘明です今回もですね、栃木県のロイヤルメドウさんの方で撮影させていただいておりますありがとうございます、えー、今回ランニングアプローチ初めてですね、僕の得意分野ではないむしろやらないことをやっていきたいと思いますできるんだぞっていうのをですね平井弘明のバンドアップゴルフ番手はピッチングで打ちますピッチングで 今ピン20ヤードあるんですけど、その20ヤードを転がしていきたいと思いますけども、なんで転がしやるんですかね <laughs> 皆さん。優しいから、難易度は変わらないと思うんです。これサンドウェッジなんですけど、長さ一緒ですね。うん、ほぼほぼ0.25ぐらい違いますけど、でもほぼほぼ一緒なんで、5ミリの差で難易度がそこまで変わるとは僕は思いません。まずは、もちろんフェースを、 ボールを飛ばしたい方向にこうやって合わせます。で、アドレスを取るんですけど、ボールの位置は右親指の前、右足用の親指の前にボールを置いて、グリップエンドは左太ももの真ん中にこうやって合わせます。で、ボールとの距離はお好きな位置でいいです。これで、クレブの角度と右腕のこの角度、この角度を変えないで出してあげれば、 こうやって方向に飛んでいくんですよ。でもあれだと距離感が合わないんですよね。距離感が合わない時に何をやるかって言ったら結局ボールへのヘッドのこの当たる衝撃を調整しなきゃいけないんですよ。でそれっていつも打ってるバンテじゃないとなかなか難しいんですよね。そのいきなりバンテが 変わっちゃって、じゃあどれぐらいの力で打ったらいいんだろうっていうコースでいきなりそれがこうアジャストできるかどうかって難しいと思うんですよ。なんで、なるべくブローチっていうのは番手をあまり変えずに打ってあげた方がいいです。練習する場所とか機会がないんだったら、本当に同じ番手で寄る状況で、一つの番手で打ってあげた方がいいです。あってこう衝撃を調整すると距離感が合いやすいんで、 何番を持った時にあの距離だとどれぐらいのヒット感で打てばボールはこれぐらい転がるかっていうのが把握してないとアプローチって寄らないんですよ打ち方も大事なんですけどまずはアプローチって距離感なんですねショートゲームって距離感が出しやすい番手を持つってことが大事なんですよ優しさで選ぶんじゃなくて自分の距離感が出やすいこう振ったら振った分ちゃんと飛んでくれる番手を持つことが アプローチ上達の鍵なのでだからこ,うこの状況で何番持たなきゃいけないっていうのはもう一切ないんですだから僕はピッチングは本当に年に1回も持たないな, <laughs> 何も言ないで笑って僕はこうやってサンドウェッジを持って。うんうん <laughs> ピッチング打ってたからちょっと怖いな。<laughs> あ、あ打っちゃうな。あ,そうなんだあ、ピッチングの方が寄ってない？<laughs> 寄ってるよね。ピッチング打たなきゃよかったな。ガッチャガチャになっちゃうんだよね。あって違う番手で打つと。うん、<laughs> こういうことになっちゃう。そう。<laughs> 力の加減がね変わっちゃうから、ね。そう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 。 言い訳しないんで真剣に行きますね一球二重アド <noise> 大丈夫大丈夫,大丈夫 <laughs> あれだったら見せられるかな <laughs> あるスピン入ってるスピンかけないで打つと あえてコロコロちょっと転がるんだよねだそうんうんできるできる入っ,っ入っちゃったねだ多少こうフェイスをほんのちょっと開いてヘッドのこの加速を使わないでノーコックでポンって打ったらこうボールって打きやすい、ね、あ<ー>うん。そう飛ばないそう飛ばない,飛ばないあれコック使ったら飛ぶのよこうやって だからさっきピッチングで言ったこのクラブと右腕のこの,この角度を変えないようにゆっくりした体の肩のターンでポッて打ってあげたらボールとあんま飛ばないの。ああいう,うにこうにアプローチって本当にシンプルに本当に打ってあげたほがいいこのまんまこうやってアドレスをしたらこの形を変えないで。 こうって打ったこういうふうにあったこのままこう構えるでしょそ、うん、したらこうって打ったあったもう一回ラストこう構えてボール右親指の前でしょ、うん、でこのグリップの位置でしょ で肩回転でこうやっていったあげらい,い,いらない,、ね、い,らない普段からやってないからね <laughs> っかこの子そうやってないいつも登君と俺はやってんだけど <laughs> 今日はやってないから <laughs> そう,そう,かそうだからこう構えて本当にアドレスから左腕を取っただけでも同じ動きだから <laughs> そうだから左手リードはしない そう,だねそうただただほんと握ってるだけ<ー>そうで構えて結局このクラブの角度が変わんなかったらロフトが変わんないから<ー>そうこれのこう右腕との関係のこの角度が変わるからこうやってロフトが変わるからねそれで飛んじゃうんだそうそうそうでそれでヘッドを使うってことは一回こうみんな溜めるから溜めるとロフト立つでしょ、うん、そこで放出するから飛ぶのそう,う,のそうだから飛んじゃうってなっちゃうのそうだから飛ばないようにしてあげればいいのこうやって。 この角度を、だから右腕とクラブがこうやって一直線になっていれば一番飛ばないのよ。それに近いアドレスでこうやって取ってあげてこのままこうやってこうじゃなくてこうやって打ってあげたら一番飛ばないのふわって出るそう。だからロブショットってハンドファーストしないでしょあ<ー>こうやってロブショットしないじゃないこうやってやるでしょうん、うん、そうだから飛ばないように上に行くためにだからロフトをつけてこうポンと浮かしたいんだったらクラブ。 と右腕の角度をなるべくまっすぐにするイメージでこうポンと打ってあげたら上にポンって出るドライバーとかは飛ばしたいじゃん,ん飛ばしたいクラブは飛ばないのに飛ばしたくないクラブが飛んじゃうんだよそうアマチュアあるあるね <laughs> いや本当そうなの逆にちゃうのねそうだから結局ショートアイアンが人より飛んでああ長いクラブが飛ば,飛ばないっていうのはクラブがあってないから要はスピン量が足りてないのよ、えー、でショートアイアンってフェイスが寝てるからスピン量が足りるのよ だから普通に飛んでくれるのねだから上をもっと柔らかく優しくすればそれに合った距離がもっと上が伸びるのだから上詰まりになってるの女性なんかさどの番手で打っても距離が変わんないっていう方多いんだけどだからそういうことよシャフトがしなってないからうんスピンが要は足りてないんだよねスピンが足りたらこうやってたまって浮いていくからああそう,なんだ,そうだからショートアイアンが飛んでロングアイアンとか長いクラブが飛ばないのはもうボールにそもそもスピン量が入れられてない ちゃんとした適正なスピンで飛んでないからだから小体が飛ぶんだよね、うん、だからもっとその小体が飛ぶ分を上に伸ばしてあげたら自然と飛距離が出るじゃないってことは柔らかいシャフトの方が飛ぶってこと俺はそう思う絶対的に本当それは思いますで、今回ちょっとアプローチの、えー、転がしについて撮っていきましたけども詳しくやりたいんですけど 詳しく長くやることをやってないんですよ本当に自分自身が、うん、平井自身がそうだから簡単にポンとできることをやってもらいたいんですよどうしてもコースって考える時間ないんでだから練習でそれを練習場でいくら時間使ってもいいんで探してもらってそれをコースでパッとできるショットに変えていかなきゃいけないですよねじゃないと その現場ででで対応できないんでもちろんその自分なりのショットを見つけるのは大事なんですけどそれがさっとできるかどうかっていうのがポイントになると思いますアプローチは考えたら難しくなっちゃうんで是非こうすぐできるようなアプローチをですね考えていただいてシンプルに打っていただけたらと思いますでは今回アプローチの動画は以上になります気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後ままでごご視聴ありがとうございました この度ワンンンンップゴルフのオンラインサロンを始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね「知ってるあれ」っていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願いいたします。